心はゆるっと、気付けはシャキッと、気付け大好き、山宮ひろこです。青木智子です。よろしくお願いします。こんにちは。今日は、腰ひも。大事なところ、腰ひもを極める。それ、いきますよ。一番目のポイントは、どこで最初に合わせていくか。次は、後ろの背縫い、真ん中にするのってどうしてるの？そして、一番目立つ奥見線、まっすぐに仕上げるにはどうしたらいいんだろうというところ、それをやっていくよ。というわけで、皆さんの代わりに青木さんが質問してくれるからね。それではいっちゃうよ。じゃあ今日は腰紐を決めていくというお話ですよ。スタッフの青木と一緒にいます。よろしくお願いします。で、襟にかけたフリソで、伊達襟は邪魔ならないようにしておいてね。で、まずは、とも襟ととも襟合わせます。上巻きすぐね。ここですよね。あ、そうそう、とも襟ってここに縫い目がある。はい、これね、これとも襟っていうとこ。とも襟、実は、この着物はここだけど、その着物の、まあ、サイズにもよっても違うし、こう、場所はちょっと違うんだよ。でも、とも襟が少々違ったとしても、とも襟ととも襟合わせるような気持ちで合わせてあげて、はい、そしてずっと持ってきて襟先、この襟先、この襟の長さも微妙に実際違います。おあつらいの話したよね。着物はおあつらいです。だからこの襟長く作る場合もあるし、短めに作る場合もあるし、それはいろいろ。でも襟先まで合わせてあげる、はい、そしてだいたい一手分ぐらい、この着物だったら一手分ぐらいです。人の手によって一手分は違いますね。違うよね。だからだいたい20センチ前後って思ってください。そのぐらいのところを持って、そして襟付けってここね、襟付けを持ちます。襟付け4指で持ってください。4指で持つと、これ指先に感じますよね、襟付けの縫い目を。そしたらワニャワニャワニャで、今度は奥見線です。奥見線も上から下まで通ってます。奥見線感じたら、脇いっぱいに上げてください。脇いっぱいに上げて、またここで襟先合わせてあげるんです。それ、これずーっと同じ場所ね。真ん中に立ってやってくださいね。そうすると、ここも真ん中に合わさってれば、後ろの背縫いはどこにあります？真ん中。そう、真ん中に。あります。その真ん中にある背縫いを見ながら、床から垂直に上がるようにして、床にストンとつくぐらいまで下ろします。これで後ろの丈は決まりました。はい、そしたら前を体に巻きつけるように引いています。右手を引いています。もう一度前に戻ります。ここで広げると脇縫いってどこ？脇縫いはどこでしたっけ？脇だよ。脇、あ、ここか。そうじゃないです。脇縫いは縦に流れてるよ、縦に。下から上に脇縫い。すごく大事なとこ。そう、はい、そこです。脇縫いが右と左、同じところにあるかどうか確認してください。はい、ちょっとずれたようだから、戻す。こうして、脇縫いを真ん中にします。で、自分は真ん中に立ってください。そうしたら、下前を、床を掃除するような気持ち。床を掃除しながら水平にして掃除していって、最後だけ手首を返してつまを上げ、体に巻きつけています。ここは止まってますよね。左手で今は止めています、はいはい、そこを上前側、右手はずっとテンションがかかっています。右手を今度重ねてきます。まだ指は抜きません。左手は抜きませんが、重なったら抜いています。そしてここでテンションを与えることによって下前落ちてきません。そしてこちらの手でさらに落ちないように上げてあげています。で、送り込んで上にかぶせます。この時、さっきの脇縫いは床にスレスレ。床にスレスレで甲にかかるぐらいの長さ。奥見線から先は少し上がる、つまが上がる、はい、そしてこの奥見線より
脇まで来て、はい、ここに紐の真ん中をつけます。押さえるんですね。そうですね、押さえてないと落ちちゃうよ、はいはい、そしてここに紐をしましょう。紐をしたらこの奥見線がふにゃって曲がっているのをまっすぐするような気持ちで、脇から少し離れたところにタックを取りながら。タックはどこにあります？こちら側です。はい、上前側のこちらにタックを取りながら、はい、このずれてしまった分ぐらいがタックが必要です。タックを取りながら、奥身の線が床から垂直になるところで紐を締めましょう。紐は脇でしっかり締めます、はい、そして持ってきて脇まで行きます。お嬢様の真横に立って2本一緒にからげます、はい、2本一緒にからげて、そしてぐーっと後ろに結び目を持っていき、片鼻結びをします。これによってこんな風に腰ひもが決まりました。はい、見てみると下前はつまが上がっています。はい、上前もつまが上がっていますが、脇は床にスレスレぐらいで長さを決めています。青木さんどうだった？よくわかった？もう一度見たいところがあるんですけど。あ、どこかな。腰紐を回すときにここを止める、はい、手を離しても落ちてこない。上前が、そうです、ね、上前が落ちてこない。落ちてこない。そこいいところに気がついたね。そこじゃあもう一回やっていこうか。お願いします。さあ、ここから腰紐、下前を床を掃除してきて、最後上げて巻きつけています、はい、奥までしっかり巻きつけているよ、うん、ここが大事、はい、これ奥までしっかり巻きつけて上前をちゃんと重ねます、うん、はい、ちゃんと重ねることによってテンションかけてるからここで落ちない、はい、でも、うん、さらにここで下前を後ろに送ってる。で、さらにここも下前後ろに送って、うん、で、重ねています。で、最後、重ね切ったところ、脇縫いは床につくぐらい。はい、で、自分は横に、お嬢様の真横に立って、半分のところで、上前、きれいにして、ここのタックは取ると、はい、この歪みが戻すぐらいタック取る。脇でしっかり締めるよ。ここで脇でしっかり締めます、はい、そしたら紐の上通って真横で2回からげます。2回からげたら、ここは大事なとこだからしっかり締めるよ。2回からげたら後ろに引っ張ってきます、はい、そしてここで片鼻結びをします。こうすることによっておはしょりのこの部分には紐の結び目が来ないから響かないというわけです。今日は腰紐について丁寧解説していきました。青木も質問してくれたし、どう？分かった？よく分かりました。下前がなんで怒ってこないのかなってことだよね。そうなんです。すごい疑問になってたところが、はい、今日はよく分かりました。下前をちゃんと巻きつけて、その上にテンションをかけた上前が乗ること、はい、そして下前を左手で送りながら紐を用意しておくこと、はい、そこでしっかり落ちないようにして巻きつける、はい、やりたいと思います。はい、やってくださいね、はい、というわけで今日は皆さんと腰紐、一番大事なところ、そこやってみました。皆さんに元気注入して今日はこの辺でバイバイです。それじゃあ行くよ。いい？一緒に行くよ、はい、元気注入。